ちは、ゆうりです。前回見ていただいてありがとうございます。そして新年明けましておめでとうございます。本年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。 YouTube の方も頑張っていきたいと思ってるので、これからも応援どうぞよろしくお願いします。いやー、2016年1年早かったですね。もうね、非常に。で、まあこれからどんどん寒くなっていくということなので、今回はですね、久しぶりにナチュラルメイクやっていきたいと思ってて、冬メイクをしていこうかなと思ってます。ちょっとふんわりとした感じのメイクをしていこうかなっていうのがあって、早速メイク始めていきたいと思います。眉毛なんですけど、今回ナチュラルに変えていきたいので、明るい色の、まあ、自分の眉毛よりか結構明るめのペンシルで描いた後にパウダーで重ねると自然な眉毛が仕上がります。早速シャドウに行きたいんですけど、皆さんシャドウを塗るときどうしてもまだらになってしまうっていうご相談がよくあるんですけど、例えばファンデーションを薄く塗ったままとか素肌のまんまシャドウを塗ってしまうとどうしてもまだらになってしまうので、コンシーラーで重ねて、その後ファンデーション、パウダー、お粉でもいいんですけど、こうふわっとサラサラに肌をしてあげるとシャドウは乗りやすくなります。ピンクのシャドウをベースに塗っていきたいと思います。その後茶色を軽くのせて、ちょっと女性らしい感じに仕上げていきたいなと思ってるので、結構オレンジ混じりのピンクがいいかな。アイライン塗り終わったんですけど、アイラインを塗った後にその上からですね、黒のシャドウを重ねてあげてください。例えばビューラーをした時にハゲちゃうじゃないですか、描いたアイラインが。それを防ぐために黒のシャドウを塗るとハゲなくなります。なおかつアイラインが目になじむのですごくおすすめしてます。ブラウンのアイシャドウを塗りました。中心を塗ってあげるようにすると目が縦に見えるので、あまり端に塗りすぎずに中間を意識して塗ってあげると丸い目が仕上がります。
も説明したんですけど、塗って何回も重ねて連続で塗るよりかは、塗って乾かしてその後ブラシでダマを取ってあげてから乾いたなと思ったらもう一度マスカラを重ねてあげると伸びやすくなります。ノーズシャドウのハイライトなんですけど、ハイライト自体結構真っ白でテカテカしてるので、すごい塗ってる感が出ちゃうんですよね。なんで普段使ってる自分のファンデーションを上から塗ってあげるとテカリがなくなるから自然な肌筋が出来上がります。でリップなんですけど、いつも使ってるナチュラルメイクの時はも濃い時も使うトロピックトニック、マックのトロピックトニックです。それと普通のリップを使ってあげます。とこれでまず塗ってから、さっきのトロピックトニックを指で取って軽く重ねてあげて、ちょっとナチュラルな唇に仕上げたいと思ってます。でなんで私いつもマットカラー使うのかっていうと、マットカラーっていうのはもう本当こうツヤがないパッサパサのリップなんですけど、あれ基本歯にもつかへんし、例えばデートの時とかでもコップにつかないんですよ、あんまり唇が。なんですごくおすすめしてます。しかもすごい大人らしくてナチュラルに仕上がるのですごくおすすめしてます。なんでグロスとかちょっとツヤ感があるリップを使っちゃうと歯についてたりとか、あとはコップについちゃったりするんで、マットはすごくおすすめしてます。あともう一つリップが取れにくい方法なんですけど、リップをまず唇に塗るじゃないですか。その後一回ティッシュで軽く拭き取ります。その後もう一度リップを塗って拭き取っての繰り返しをしてるとリップは取れにくくなるので、言ったらこう染み込むんじゃないんですけど、すごい取れにくくなるので、それはすごいおすすめしてます。では早速リップ塗っていきたいと思います。もう一つちょっと言い忘れてたんですけど、よくその歯につかないためにはどうしたらいいですかっていうご質問があって、唇、例えばツヤ感のある口紅グロスとか塗った時に歯についちゃう場合があると思うんですけど、そういう時って結構ねこの唇の奥まで塗りすぎてる時があるんですよ。なんであんまり奥の方に塗りすぎず、ほんと表面に塗ることを意識すれば大丈夫かなと思います。私はねもうね歯がねもうってねかかれんバイバイ歯並び悪いからね、付き合いすぎからマットカラーばっか使ってます。であとは唇を分厚くしたいっていう方はリップライナー、私がいつもこうリップの周りに塗ってるものなんですけど、あれもすごくおすすめしてて、リップライナーを塗ると唇が分厚く幅を広げることができるんで、1ミリが、理想です。リップライナーじゃなくても例えばグロスですね、周りに普通に唇を例えば塗った後にその上からグロスを重ねる場合は端だけを塗るんですよ。そうすると、見たらべったり塗ることがなくなるので、その言ったら凹凸感が出るんですよね。上がテカテカしてて、まあ、目の錯覚なのかななんですけど、その周りに塗ってあげ、周りだけにグロスを塗ると唇ふっくらして見えるので、まあ、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでナチュラルメイク完成いたしました。ナチュラルメイクというか、ナチュラル冬メイク完成いたしました。ちょっと女性らしい女の子らしさをイメージしてみました。もし、まあ、デートとかねされる方はぜひ使ってみてください。旦那さんもねこのメイク好きらしいです。なんでまあこれから今後子供ちゃんもね生まれるんで、まあ、場面に合わせて、私もいろんな風に幅広くメイクできたらなと思ってるので、まあ、これからもナチュラルメイクどんどん増えていくと思うので、参考にしていただければとても嬉しいです。はい皆さんこれからどんどん寒くなるんで、雪も多分降ってくると思うんで、足元などには気をつけてください。では、2016年楽しんでいきましょう。皆さんどうもありがとうございました。グッバイ。あ、なんかキスしてって前言われとったよ。